らしました。暑いです。涼しいものを買いたいね。あ、かき氷的なもの。じゃあ行ってきまーす。まず何買いたいですか？冷たいもの。なんかデザート的なものと食べるの。あ、冷たいもの。冷たいものが冷たいもの食べたい。かき氷いいよ。いいよ。イヤリング可愛いもの。ね、アクセサリーとかいろんなものも買いたいなって思います。あ、かき氷あるよ。どれがいいですか？じゃあメロンにしたい。メロンにします。まあ、何味がいい？え、何でもいいよ、全部好き。うちも全部好き。じゃあ、せーのでいこうか。せーの。ストロベリー。お、一緒、一緒。イエーイ。ストロベリーで。ミルクストロベリーにストロベリーをトッピングします。はい、メロンが来ました。いただきます。美味しそう。いただきます。メロン、いただきます。なんかめっちゃ味濃くない？これは味が濃くてシロップがちゃんと染み込んでる。シャリシャリなんだけど、口の中に入れた瞬間さ溶ける。やばい、涼しい。うん、来た。美味しそう。イエーイ。真ん中にイチゴが入ってるみたいです。あと練乳がかけてあります。じゃあ食べ進めていきます。いただきます。やばい、なんかすごい、うん、ソースの中にもイチゴの果実が入っててめっちゃジャムみたいな感じがする、うんうん、じゃあ食べながら進んでいきたいと思います。ここに座って食べます。はい、一口ちょうだい。シェアシェア。メロンもクリモモちゃん食べてシェアいただきます。メロン美味しい。この美味しさは口じゃ伝えられない。みんなでシェアするのもあり。かき氷のメロン久しぶりに食べた。美味しい。じゃあこのかき氷が食べ終わったら次に行きたいと思います。かき氷食べ終わりました。めっちゃクールダウン。今残念ですが9070円です。次はお揃いのものを買いたいな。じゃあちょっと見てみようか。Let's go。リップのパレットみたいです。携帯のおもちゃかと思ったらリップですね。かわいい。詐欺。プリクラ撮る？じゃあプリクラ撮ろう。プリクラ撮りに行きます。行きます。マイコスメっていう新しい。じゃあ撮ります。チークとしても使える便利なやつで、私はティンテッドピンクみたいな感じのやつです。ランキングは4266円です。はい、はい、じゃあ行きましょう。次ピンクプラゼリーに行きます。ゴー。はい、着いたよ。着いた。着いた。ピンクラ着きました。じゃあちょい見てみます。1人1000円ぐらいかな。ピロピロしてる。 100% UV カット。 UV カットです。これですね、なんと10円足りませんでした。でも10円だけだから。10円オーバーで。みんなそれのリップとそれぞれ違うサングラスとかき氷と楽しかった。最高だった。、ね、これで原宿1万円くんは終了です。もしこの動画がいいと思ったら
高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。